今欲しいのは、特に11年からね、こうやって何度も負け続けてる、優勝できないっていうのはね、やられたらやり返してこいっていう、この意地を選手に持たせるような起用をしないと。そういう面では権藤さん、今の選手は歯がゆいですか？いや、それは使う方がのことを言ってるんです。ああ、使う選手は行けって言ったら行くと思います。なるほど、なるほど。そういうのを待ってると思いますけど、なんとなくそうなってしまうから、ね、打線が悪いさって練習見ててもきつく振るっていうのがないもんね、うん。だから僕はやっぱピッチャーの痛みが分かる。お前たちはね、ストライク入らんのは分かる。監督と喧嘩するコーチって言われて、動物と一緒なんだよ。まあ、代名詞がついてましたからね。ゴンさんが横浜やった時のマシンガンですからね。ああ、はいはいはい、ね、えで、あとはあの日鉄がノブシでしょ。そういうなんかそういう代名詞が欲しいんですよね。やられたらやり返すような。なるほどね。でも早川さんはどっちかというと人食ってるから、そう人食ってるタイプだから、うん、で相手はこう来るんだろう、それ裏行ってやるわって、で裏行くんだら今度は表があって、うん、そういうことが平気でできる人だから。なるほど。こういうリリーフ欲しいですよね。あ、ドラも。なるほどね。ちょっと人食ったようなピッチャーがね。あー、真面目すぎるかもしれないですね今ね、うん。現役時代投手としては太く短くという形ではあったんですね、うん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 。でそれが今度はそこでの、まあ、成功体験あるいは失敗体験もあったのかもしれませんけども、身についたものが今度は指導者として、いつも思ってるのは、私はコーチとして選手の痛みは分かると思ってるんです。なるほど、なるほど。どうしてかしたらね、30勝やってる間はね、もうガンガン言ってますけど、その12勝6勝の時なんかも肩が痛くて、もうストライク入らなくてすごい苦しんだわけですよ、うん。それはやっぱり僕はコーチの経験で生きてるんですよ。あ、だから僕はやっぱピッチャーの痛みが分かる。お前たちがねストライク入らんのは分かる、だけど行ってこい、ね、入らんのは入らんけどね、それを無理して入れようとは言わん、心配すんな、あの打たれたら変えてやる、とにかくあそこにマウンドにいる間だけはお前の天下だから行けっていつも言うんですよ、うん。なるほど。肩を痛めて、やっぱ自分がすごい痛みがあったから、私はピッチングコーチでもピッチャーの痛みは分かってるつもりです。なるほど、なるほど。これがいつも思ってる。偉そうにバカ野郎、俺は30勝したんだぞなんて言ったけど、それは昔の俺がやっただけであって、うん、現実とは違うわけです。早川さん、こういうふうにコーチから言われたら、ピッチャー心理としては非常にこう息に感じてっていういう思いになりますよね。そうですよ ね。だからまだその時代は、うん、行けって言われたら喜びを持っていくわけじゃない。はいはい、今はなんかこう平等に使わなきゃいけないみたいな、チャンスをあげなきゃいけないみたいなところが垣間見えるんですよね。中継ぎでもあのベンチ外れるとかね、上がりがあるとか、まだ競争なんですよ、ピッチャーも競争、うん、ね、これが一番出てこなきゃいかんわけですよ。つくしょう、あいつが行って抑えたら俺もつくしょう負けるかっていうね、その代わり負けたらつくしょうもう一回やりたいっていう時に、だから突っ込んであげるわけです。さっき言ったけど、それでやられたらもう一回行け、3回やられたら2軍だぞって、もうはっきり明白に答えを出す。そのためにあやふやで何にもやらないは2軍に行ったっていうわけにはいかんわけですよ。一番コーチで監督でやってて神経使うのはそこなんですよ。こいつらに戦わさせて、不平等がなかったから、だからあんまり私は落とさなかったんですよ。だけど落とす時には読みつけて、どう見てもお前の球は自分のいい時の切れ味がない、コントロールも悪い、ファーム行ってこい、やることはこういうこと、その代わりそれが治ったら戻す、俺は監督だからその権限持ってるからっつってファームに落とすんですよ。で下にもやっぱり頑張って上がってこようとしてるやつがいるから、そいつらと入れ替える。僕はあの入れ替えは全部自分で言いましたからね。監督室に呼びつけるじゃないですか。僕ロッカーにスーッと行って、明日から2軍、理由はこうこうこう、もしやられたらもう一回やり返させてくれるチャンスがあると思ったら行くんですよ。そうするとそのうちに競争原理が働いてくるんですよね。
やっぱ勝ち続けるとね、やっぱ出たくないっていうところ出てくるんですよ。わかるだろ。勝ってるところにね、出て行って打たれるとっていうからね、なんとなくね、あのここ俺出たくないなっていうのはもう見ればわかるんですよ。ね、もうそんなことするんだったらお前ファンから上げてきたやつを投げさせるぞって。行くかファンはって冗談みたいに言うとね、行きます行きますって。もう行かなきゃいかんと思ってやり出すんですよ。ある時はそういうふうに焚き付けもするわけですね。あ、してますしてます。確信をズバッズバッとついてきますからね。なるほど。その選手の特性っていうか、キャラクターも十分分かった上で。キャラクターとかね、考えてないですよ。あ、そうですか。キャラクターとか性格とかそんなの全然、もうプロで戦う以上はね、なそれはいいやつも俺だろうし、悪いのもいるし、強いやつもいるだろうけど、弱いやつも、じゃあお前弱いからなったら、もうこの選手終わりじゃないですか。ピカイチ名古屋チャンネル。これ一番いいやつは抑えじゃないですか。これは別格、これだけは別格、もうチームの中でこれが別格ですよ。で、あとは振り分けは先発が5人、これがいいのから 1,2,3 番目ぐらいで、4番目5番目はまあ大体5人で、そっから外れたやつが5人ぐらい中継ぎにいるわけです。ピッチャー13人入れてたんです。どこも大体11人とか12人多いですよね。13は私は13人入れてた。ピッチャーにこう晒し者にしちゃいかん、カンカン打たれてる時にマウンドで晒し者にしちゃいかんですから、それはさっと変えるために余分に抱えてるんです。今日負けゲームだから何やってもいいから、とにかく投げてこい、今日は打たれてもお前の責任じゃない、相手ここまで勢いつけた前のピッチャーの責任だから、お前は関係ないから行ってこいって。そら結構明るくね、行ってきますってね、元気よく投げると抑えるちゃうんですよ。止まるんですよ。で、そら、おありがとうありがとう、よう試合時間を短くしてくれた、どうせ今日は負けだけだな、もう負けない負けなんですよ。なるほど。権藤さん、それはね、監督だからできることですよね。ところがピッチングコーチで自分はそういうふうにしたいと思っても、監督は違うポッと答えが出るとね、それではというふうな、そこのこうもどかしさみたいなのも随分経験されたんです。もどかしさっていうのはそのためにコーチやってるようなもんじゃないですか。だから近藤さんともやり合って終わっちゃった、大井さんとはもうガンガンやり合って終わっちゃった、田淵ともやり合って終わっちゃう、だから僕すぐ監督と喧嘩するコーチって言われて、もうすぐクビになってしまうんですよ。だから監督になって一番良かったなって思うのはね、俺何でも自分で決めれるのが一番いいと思ってた。なるほどなるほど。それはそうですよね。なんか責任は俺取る。だから権藤さんが、僕は初めて一緒に一軍に行ってブルペンやってる時に、鈴木貴正も小松も抑えだったピッチャーを全部吹く先発に回す、今度はあの抑えおらんぞ、それはシーズン中作りながら戦う、あ、分かりましたって言って、最後の抑えの時に何しに行くとブルペンスッスッスッと姿勢よくさっさっさってくるわけ。あ、権藤さん来たなと思って、9回誰だって言うんですよ。え、青山ですって言ってスーッと帰るんですよ。それで次の日またさっさっさっ誰だって聞くんですよ。権藤さん、そしたら牛島ですって言ったら、よし牛島行くぞ、全部聞いてくれるな。その次から来なくなったんです。あれ、権藤さん来なくなったな。僕、近藤さんが牛島って決めとる、すいません失礼しました、監督はもう権藤牛で行くぞって言われたら僕のところ来ないんですよ。だから最初は全部権藤さんスッと来て、僕が言ったピッチャー即使ってくれるんですよ。なるほど。そういうのもあったけど、要するにね、監督としては前に抑えたやつを行きたいわけなんだよ。だからね、そんなね、横浜的にも言うんだけど、なお前前の日抑えて今日も抑えて明日も抑えるんだと、お前そこじゃ投げてない、大魔神のとこで投げてるって、 あれは毎日でもな抑えるからあの席にいるんだって、お前だから1日投げたら2日目たら2日目外すんですよ、違うピッチャー出すんだ、そなんで俺を出さないんだって思ってる。でそのうち分かってくるけどね、その代わりそいつやられたら次の日もう一発やるんです。あ、逆にね、逆にね、出し合いもやられるほどお前ヘボなピッチャーじゃないから2日目はやられるはずだ、いけっつって言う、そしたら見事に大体抑えて帰ってくる。なるほど。
それは早川さん、一気に感じていきますよね、そら。そりゃそうですよね。ね。騙し専門だな。言葉の騙しで、やってることは、うん、そうですね。確信ついてるところですよね。だから、監督としてはもう本当に思う存分、権藤さん自分のやりたい風にやられて、見事セリーグナンバーワン、そして日本一にもなられたと、こういうことですね。いや、それね、日本一になるのはね、まあ、なりますよ、あのチームは。あ、そうですか。あれだけの打線があって守り抜群 で佐々木がいて先発そこそこいたらほら優勝しますよ。ボビーローズって4番バッターいたんですよ。彼が優勝した時にね言ったんですよ。権藤さん、このチームは誰が監督やっても優勝できるって言ったんです、うん、ボビーローズが打ったらね、ただし監督が何にもしなかったらって言ったんです、うん、ねそれひょっとして権藤さんへのその賞賛の言葉ですね。だから私は一番嬉しかったです。ということは何にもしない選手に任せてやってるっていうのをボビーローズが分かったから、もうこれが私に対する最大の褒め言葉だったんですね。心配せんでもね、2回目でやられんって。でもそのやられたピッチャーをもう1回いけってやり返してこいって出すのがすごいじゃないですか。ああそうですね。出してね、ここでやられたらもう1回いくぞ、それでやられたら2軍だぞって言ってるけどね、たった1人か2人だからそれは抑えるぞ、そのままずっと最後までいけってたら無理だけどね。でそのピッチャーには権藤さんがいけって言うだけでしょ。ミーティングしないでしょ。ああ、ね、ミーティング嫌いですもんね。これミーティングしてよくなるぐらいだったら言うよ俺だって、でもミーティングしない、お前たちは聞きたくないだろ俺の話なんか。いやだから権藤さん監督の時に僕一軍の星野さんのピッチングコーチしてたじゃないですか。横浜の外野で権藤さんずっと来て、おミーティングやってるかって、ああやってます、そんなこと言って打たれんためにやろうとするけど誰ができるんだそんなことをっていうあのやめとけって言われました、ね、なるほど、はい、早寝早起き、ビール飲んで早寝早起きとかねみんな消毒やって、これでね消毒してないだね、要するにさ、ね、ピッチャーでもバッターでも要するに早く打ちたいから前に行くわけなんだよ。残せ残せって言ってると差し込まれて打てない、ね、だからね、ワンちゃんもこうなってる。梨田はなんとなく賢いから梨田はね、これこっから打てるわけないじゃん。その通りです。ここにあったら打てない、引かなきゃ打てないじゃん。梨だね、こうやっといて、そしたらこうやってタイミング合わそうと思ったら待ちきれないから出ていくとか開いちゃいかんなとか言ってると打つことを忘れるけど、こうやってるとさ動物と一緒なんだよ。来たやつをこのバットで叩いてやるぞ来たら叩いてやるぞと思ってこう乗ってると、これ梨だわ、それでそこそこ打てるよ。なしだもこうやって構えてて特例のつまり合いさ、これはすごかったんですよ。どういう店だったか、こうやって狙われたやつはここに乗っ取ってる。あ、そうです、ここにこう、そしたらリーダーバリバリ、そうったらこのままで打ってるの絶対打てないんですよね。だから引かなきゃいかん。そうなんですよ。我慢していっちゃってこうやって構えてたらもう、もう、引かなきゃしょうがないですよ。差し込まれ。差し込まれ。で、こういうのはもう、それでちょうど終わりてできてるなっていう。っていうことで、ね、王さんもそれと同じようにハマってるんですね。逆の信頼ってことだ。ああ、逆の信頼ですね。だからね、要するに、どうやってタイミングとか。一致するっていうことはね、まあ、一応良くないって言われる。良くないって言われてる。だけど、いいバッターはみんな一致するんだよ。みんなヒッチするんだよ、ね、村上なんかあんまりヒッチしない方じゃないか。しない方ガチッとこのままですよね。村上が偉いのはあの強烈な田舎者のやつ偉さだよな。なんだから熊本の田舎者がさ言われた通り三振してもいいったらその通り三振しても使ってやるって言われたらその通りやったら、で早川さんがもう惚れ込んでて、ちょっとこれ村上ってのはキャッチャーでいるんだけど、うん、お前ちょっと一回絶対見に来いよって言って見に来て、それ楽天の時だった、楽天の時、それで見に来いって、でもう入れ込んでるわけですよ。こ
で、僕はキャッチャーでやってるし、見てるし。その時はショートが欲しいって言われて、そうなんです。第一は。で、ロッテに行った。すごいね。あれはやっぱヤクルトに行ってよかったんだよ。あ、そうそうそう。それはこの前ですよ、ね。で、それを育てたのが小川だっつって入ったの。さっき教えた。そのまあ小川ならやりそうじゃん。小川。あれはまあ心療遠望っていうかさ、そうですね。本当ぼーっとしてるけど。いいやつなんですよこれ。パーッと迷ってね、表に出ないでやったらスーッと引っ込むし。だから今年の中日で言えば土田がそうかもしれないです。強打をこういうふうにして、今はまだそこそこの2割4か5分の、だけどそこそこ使ったということで、あいつが取るかもしれない。おお、おお、ずっと早かったね。ぶっ込んで。だからね。うまく組んで一生懸命。だからね。たった何もヒット曲あったんだよ。土田を使った、岡林を使ったね。その代わりね、星野の腹の中、俺もずっと現役の時からあいつね、使ってるからよくわかるんですよ。あいつは何考えてるかぐらいのことはみんなわかるね。なんでか、俺が横浜の監督になったらね、この2人をバチッて入れたもんな。俺に取られると思ってるわけですよ、星野は。